これ来ると思うよ。入ってもマジで。ありがとう。うわ早い。おい頑張りすぎた。頑張りすぎるな。早い。はい、来た。ゆうといます。ゆうとうとゆうといますが、あの綺麗にかかってるってだけの挨拶でございます。なるほど。なんか分かりづらいね、ゆうとう。なんか分かりづらい。十本の編集でゆうと言いますって言われてたよ。確か俺名前ゆうだ。お前の名前ゆうだと恐れられてたよ。ふざけんなよ。今日の演奏して、はい、何をしますかと言いますと、はい、ゆうとうの記録、東京近いやでもコバでもやったか。え、やってないでしょ。いや、やったっすね。俺は豚骨の記録当てろ。やったね。あ、やったやったやった。細かく言うと、今回野球3種目やります。で、その3種目の、記録というものをこちらに予想していただいて、誰が一番近いもしくは当てるかという企画になっております。なるほど。僕らは何をモチベーションでやればいいんですか。あの、優勝した方言うとです。いらねえ。いらないよ。現実的なものが欲しい。違う名誉はいらない。車でももらうか。いや、まあいいね。バカバカ。優勝者車でいい？無理だよ。1位目指せよ。じゃあもうそんなに言うなら、ぴったり記録を当てた方にはぴったりにつき1回いいものがあります。よっしゃー。じゃあやる気出るわ。出るわな。近い人に1ポイント入るから。なるほどね。ポイント数で言うと決めるって感じ。 OK でーす、はい、じゃあ行きます。というわけで、年内100万人を目指すと言いながら日本一のスポーツ系 YouTuber を目指していますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それでは続けていきましょう。せーの、最後の。はい、ということで1問目、はい、ゆうとが10球中何球ストライク入るかです。なるなる。これ当てやすそうだね。いや、これが多分一番ぴったりいくはず。そうだよね、うん、10分の1で正解するから。意外に最近肩治ってるっていう話を聞くのよ、前よりは。でもお前さっきキャッチボールで2メートル、2メートルのキャッチボールでワンバン送球されて初めての経験。あの距離でちょっと顔面当たり。お前さでもおもろかったね。顔面当たりそうだったから。ボール際どいところのストライクの判断は言うとか自分で。あいつだけ俺らの回答知らないんで、それでいきましょう。オッケー。この辺ストライクとか言い出したらもうそれはそれでいいんじゃないもん。あー、それもね。だってもうサジじゃん。それも神でしょ。神おい、まあ、全部神だけだった。うん、1個下げたい。いや、そこで下げるか下げないかなんだよね。1個下げたい。いや、1個上げます。これは上げとくわ。いや、いく気がする。それでは発表していきましょう、はい、ジャキトから。はい、僕は4球、3球、4球。うわー、ね、1下げ。いや、下げなかった。俺1上げる4にしたから。で、俺は1下げしてるだから。俺も4だったもともと。俺はこの、まあしょうがね、3球にするから、この3球が響いてくると思うんだよ。なるほどね。こっこり来ると思うよ、俺。入ってもマジで。マジゼロの可能性すらゼロもあるよ。あるからね、マジで。じゃあこれで見ていきましょう。 OK、はい、キャッチザウィン。今日の調子ですか。あー、今日の調子30点ぐらいか。でもいつもが1点だから今日いい方です、間違いなく。めっちゃいい。めっちゃいい。3、4、5の中で絶対固まってんだから。もう1だ。1はいないんだよ。で、1で止めてっかんの、お前マジで。カーブもあり。うるせえな。入んねえんだからやめろ。では、ゆうとの記録会いくよ。やってみろよ、ボケイ。頼むよ、ゆうと。いきます、1球目。おい、勝ったよ、お前よ。どうやって取れや。まあまあ、ボール、まあボール、まあボールね。ストライク。今入ってる。俺はストライクやろ。際どいけどね。自分に甘いね。うわ、このイチャモンはゼロか1の反応や。甘いね、自分に。自分に甘いわ。3球目。はい、ストライク。9あっかんね。9あっかんね。4球目。これはギリボール。ギリじゃねえ。これギリボール。分け目。おい。やばい。2は絶対いる。2は絶対いる。やばいじゃないの？全員2の可能性だってある。うえ？あんま頑張りすぎなくていいぞ。今も。
頑張らなくていい、頑張らなくていい。全然。もう俺終わったから。うわ、4だな。俺終わったからもう。4、左の男は4です。9名。ギリボール。ギリじゃねえ。やべえ。あと何球？7、8、9、10、4球。4球ね。あと4球ね。なるほどね。ガチ決めて、ガチ決めて、ガチ決めて。はい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 。今のボールでいいですよね。マンマンボール。マンボール。本当最初の2球。2球と3球。本当最球、最初だけ。最初だけなんで。8球目、変化球。無謀でやるぞ。どっちどっち。いやこれ入ってない。ストライク。ストライクだー。おーい、やりました。おーい、あと2球。あと9、10です。全部わかってるぜ。もうちなみにお前手の足だからね。手の足。手の足。ちなみに手のひらだから。9球目。こうやってった。ラストかな。ラスト1球で3球ストライク。3か4だ。3か4です。お願い、ゆうとお願い。どっちの。ゆうとお願い。ゆうとお願い。ラスト。うわっ、まあ、ボール。おお。さあどうなったのか。3球という結果に終わりました。まあ超絶想定内。バモス、バモス。はい、それではね、ゆうとのね、計測終わったんで、はい、答え合わせしていきましょう。はい、どうだ。ただいまゆうと10球中ストライク書いてるのは3球でした。なるほど。じゃあ人から回答お願いします。はい、僕の予想は4球でした。あーだよね、そんなもんだよね。あぶねー。かすこらおいこれ。はい、じゃあやっぱみんなやっぱ3回の場合だよな。そういるぞこれ。ブクシュース4球。しょうもね。おい、カス緑、カスピーバー緑じゃない。僕の回答サンキュー。ぴったりだ。ぴったりと出ました。3でも4でもじゃダメだったじゃん。あのシーンも俺らが最高だった。何でもいい。1回獲得。これでーす。まあそこはどうでもいいな。何が来るのか。違う違う違う。ほんで次の種目、ユートの遠投飛距離を当てろです。これはねマイナスまでありえる。あいつならユートの遠投飛距離を当てるんですけども、はい、ユートが投げた3球の合計飛距離を当てるっていうゲームです。はい、まあ、一番近いやつがポイントもらえるってことね。そう、ポイントもらえる近いやつが。これ本気なんだよな、あいつは絶対に。いやだから3球目肩が痛くなってとかあると思う。ああそういうことね。だから持てる力は全て出すってことでしょ。そうだね、うん、きっとそれはそうでしょうね。バスペのトライアウト何メートルだったっけあいつ。 6? 危ね。うわーお前。いやでも俺も大体覚えてるけど、あいつ確かね初心者のサイクルに負けてたんだよ。ああそうだよ、初心者に負けてんだよなあいつ。じゃあ、記録発表していきましょうか。はい、まあ、じゃあズッコバからいこうか。学名地40、30、30。いやないね、これは。これはないと思う。終わった。舐めすぎてない。あいつってこんなもんじゃないの。30ってやばくない。これぐらいじゃないの。俺も相当低くしてます。 128m。 うわー、うん、最初60投げてやばいってなって40、30ぐらいのイメージで28。 150m。 無理だって。行かない行かない行かない。57m、55m で最後力なくなって38m。うーん、まあ、2球目まで放れるかどうかの話。まあそうだね、そこの。まあということでこんな感じでやっていきましょう。はい、頼む。はい、キャッチザウィン。どうせお前らの考えなんて分かるんだよな。150だよ。150か160あたりだろお前。でもさっきのが自信ないからって130だけ言ってえ、じゃあ言って、君の予想言って。俺の予想か、20、12だから32。俺の左でもいけんのよ。だからまあ137とか。137ね。137ね。いいよいいよ。大体。まあまあまあ、気合い入れて投げてけよお前ちゃんと。気合いは入れます一応。本当のお前さ、気合い抜くない。壊れないように全力。それでは俺の遠投一投目いきまーす。よっぷん。あ、いいじゃん。あはは。何ぐらい。すごい、正解です。超えたー。
すごい。お前ガチか。お前それで外野やろうと思ってんのか。下投げの方が飛ぶ。いくぜ2投目。さっきより多分飛ばない、はい、全力を尽くす。頑張れ2投目いきます。頑張れ。マッチで変わんないわ。ありがとう。ラスト3球目。うわー、かわいい。継続します。キャッチザウィン。じゃあそれでは一人ずつまず発表の方よろしくお願いします。はい、100m ジャスト。128です。150m。いやあるよ全然。あれが50付近だったらお前あるから。いやマジである。本当にある。笑っちゃってる。何の笑いだ。それでは私の遠投の記録は、はい、139m。うわー、1ポイントです。すごい奇跡だったの。やった。やったでもないよ。別にユートポイントないだけだよ。やっただよ。ユートポイント取るためにどんな意味ないんだよ。え、一番飛んでていく。あ、そう、48だったか。でもいいんじゃない。2ポイント取ってますよ、ユートポイント。アキトさんも1ポイント、ユートポイント持ってます。ぴったり絶対当てる。違う、そういうゲームじゃないんだって。いや、1位有力王俺やな。さあ、うわ、マジかよ。でも普通に当てたい、てか優勝はしたい。何にしろ、たとえ不名誉だろうと。今のところのユートポイント言っときましょうか。はい、1、2、0という感じになっております。全然わかってねえ、あいつのこと。大丈夫、あと2もあるから。まあ2連続正解すればお前と並ぶってことね。そういうこと、そういうこと、任せろ。で、次の種目いきます。はい、次の種目はユートが何回トスをワンバンで返すことができるかです。うわー、これも比較的ね、ぴったり賞狙いやすい。狙いやすい。これは誰がピッチャーですか。これは初めでいいんじゃないですか。初めね。え、ボール球とかももう神するよね。初めが変なとこ投げちゃってもその終了、終了なんじゃないですか。そこ神だよね。そんなできんの。いや、頑張ってきて。あいつうまいと思う、トスは。で、ユータのことだから結構ゾーン入ったら結構無限にできるから。確かに。俺なんなら10とか20とか、うん、まあ20はないか、あると思う。10、まあ、5以上ある可能性も全然、うん、はい、決まったんで予想いっていきましょう。はい、じゃあ次俺からでいいですか。どうぞ。0です。うわ、攻めた、攻めたリーボムすぎって、はい、0です。攻めた。いやでも仲ない。いやマジあるわ。0です。いやもうしょっぱなっていう顔です。うわー、めっちゃありそう。全然考えてなかったそれ。ゼロ。あるある。あ、そうなったら殴りちゃい、殴りちゃい。じゃあこの3球、妥当だね。妥当だね。妥当のとこいったね。もう安牌です。うん、8回。うわ、攻めたー。いけそうじゃねえと思ったよ。めっちゃ攻めるやん。お前続かないって。8はあいつはすごいんだぞ。お前、いや、トスうまいけどね。うまい、うまいけど、でも本当1球やらずにミスあるから。バカにすんなよ、ユウト。これで8までいかなかった時、ロックソ綺麗です。多分お前信じてんだよ、こっちはよ。小学校からなかったんだよ。できるから絶対、まあ、だったら8回超えるよ。そうっすよ、やつは。ね、そうっすよ。すげえから、あいつは。でね、この記録なんでね、しっかりと見ていきましょう。はい、バモスバモス。やべ、めっちゃ逆光だ。実力を過信すんなよ、お前。うまい。初めが取れなかったら終わりだから。そう、これルール的に初めがエラーしてもそれはなし。うめえ、こいつ。うまない。おい、うめえよ。え、うまっ。おい、うめえよ。全然供給に届くのあるぜ。あー、あるぜ。ここはマジ俺予想もするけど、実力見せるとこだわ、ここ。なるほどね。なんかお前ら多分10いってないか10ぐらいの予想だと思うけど、ここまでいく。じゃあ全然10以上はいけると。あー、もうお前らの理解の範疇を越します。ほう、いい意味の裏切りをするってことね。目標は30で。すげえ。それではゆうとさんの集まってきた記録会お願いします。1、お前、ムーディングクラッシュやん。お前顔見して、顔見して、どういう顔してんか。いや顔見して、お願い。一回どういう顔。
お前らこれ加味して予想してんだろうね。こいつやばい。ここでもう聞いちゃうわ。もうここで聞いちゃう。うん、あ、めっちゃでいいよ。あ、記録を、いや、そっちからじゃあ順番に一人ずつ記録教えてよ。私が予想した記録は3球です。あー、惜しい。投げんなー。カスオレンジ、お前ゼロ予想しろよ、バカ。そうぜー。じゃあ、アキトさん、僕の予想は8回です。カスオレンジ、ゴミカス、ゴミ。めっちゃ同じ小学校だぞって言って、俺を信じてたよ。ゴミこれ。もうこいつは一切使用しません。ちなみに近谷さんはゼロです。おー、神してた。マジでゼロでした。いやすげー。あるよ、絶対いると思って。俺はミスして変な顔するまで予想してた。この顔するまで予想した。うわ、でっかい。2個やろこいつ。やばっ。ユートポイントは地下に入りますので、地下のユートポイントが3、はい、ユートポイント1、ユートポイント0。優勝やん。もう今から入れる保険がありますか。これ実はですね、え、最終問題、うん、一番近かったやつ68なユータ点入ります。いやばい。やるんだ。入ります。よし、まだあるんですね、可能性。まだあります。よし、ということで最終種目はベーラン一周のタイム。よし、全力で走るんでね、そのタイムを考えてください。まあ何秒何何までは一応予想してもらうんでしょう。はい、でも左賞は何十何秒前。おー、ああ、四捨五入ね。四捨五入ね、うん、それでいきます。よし、はい、キャッチザウィン。ここ何目です。え、ここ何目。え、マウントリーは18でしょ。18か。で、こうやっても絶対長いから、多分11メートルとか23とかじゃん。 23? 常識として知ってる問題なんじゃない、これって。え、知らない。累関の距離。うん、累関の距離なんでしょ。誰か一人でも取れるようにさ、なんか14、15、16とかでその向きになるよ、多分。14はないと思うから、15、16、17ぐらいでもまあそうなりそうじゃね。結局そうやんない、多分そんなもんなんね。みんなできたんで発表していきましょう。はい、じゃあ人からいこう。僕の予想 17.8 秒。なるほど。18秒に書いたんだ。これ最初1ルーベース 4.5 秒、はいはい、で2ルーベース 3.9 秒、加速乗ってるんで、はい、でちょっと遅くなって 4.4 秒、はい、で最後は5秒、スタミナ切れて、はい、点8秒まで狙いに行ってます。なるほど。もうこれもぴったりのぴったりのぴったりでも狙ってたんで、ね、やばい、ドンピシャリ狙ってます、はい、僕17秒です。おお、はい、17秒ですよ。いろいろ加味した、スパイクだったらなとか、あのベースが固定だったらなとかもいろいろ加味して、遅くなってると思う。あ、遅くなって17秒。あいつは普通にスパイク出したら16秒ぐらいで帰ってきそう。あ、そうなんだ、うん、はい、私の予想17秒。うわお、以下同文です。もう運動靴プラスベース固定されてないから滑るの加味して、まあ17秒ぐらい大体、うん、じゃあ最後ね、最後、うん、勝った方が一応優等ということ。そういうことで、はい、お願いします。バモスバモス。てめえは 何秒出すんだ。でも多分総合20秒とかあるんじゃないの。24秒とか24秒、確か。わあ、そんなもんなんだ。でもマジで総合わかんないから。だからわかんねえ。お前は怒んなよ、マジで怒んない。20秒かかってんだよこっち。真剣にやってんだよ。俺真剣に走るから。いや、マジ頼む、マジ真剣に走ろよ。うわあ、頼む、マジで優等になりたい。これで勝った人が当てた人に、なんだっけ、何ポイントだ。60なゆたぐらい、60なゆたぐらい入ります。適当。最終種目ベーラン一周です。はい、行きますよ。それでは俺のベーラン、よーい、スタート。いけー、始まったー。走れー、早い、うわ、早い、早い、走れー、岩田行け、うわ、早い、おい、頑張りすぎた、早い、頑張りすぎるな、早い、早いな、頑張りすぎるな、頑張りすぎるな、頑張りすぎるな、あー、出ましたー。早いやん。待って、めっちゃ早い、やっぱこいつめっちゃ早い。それではみんなの、ね、答えから聞いていきたいと思います。はい、17秒、同じく17秒、 17.8 秒。なるほど、俺それぐらいだった気がするんだけど。お前ちょっと早すぎんじゃねえか。どっちも切れんの、おい。やる感じだから16秒ぐらいもある、15、16秒ぐらいもありそう。めっちゃよかった、分かんない、マジ分かんない。というわけで私ユートの記録は10秒12。うわー、マジか。よかった。そう、ということは2人に70投げたユートポイント。なんか増えてない。というわけで最終結果、70投げた飛んで3ポイントの近い優勝。そうー
ってきました。全部ポイント取ってきました。ぴったり2つ。おめでとう。頼むよ。ありがとう。頼むよ、ぴったり賞。ぴったり賞に重きをしすぎちゃってるわ。まあまあ、楽しみに待ってますよ。はい、というわけで今回の賞は近いでございました。ありがとうございます。まあ、言うとはお願いします。全然ということですよね。2ピッターはすごいわ。今日も見てくれてありがとうございました。なんか途中から趣旨変わっちゃってんじゃないの。ちん、明日の動画は一般人には分からない野球用語クイズ、絶対見てんねーよ。なんで。優等の商品を今画像で送りました。 LINE で見たよ。一つ目がこちら、T シャツです。ゴリラの。これ、ね、めっちゃいいやんお前。これはね、結構メッケも結構いいもん見つけた。結構ね、まあ腹立つけどいいね。そして二つ目、お風呂が美容液になるやつ、入浴剤。いやマジセンスあるお前、マジ本当に。最近さ、入浴剤余ってて。あ、そうなん。で、彼女も結構さ、風呂入るときは絶対入れたがるのよ。うんうんうん。まあ多分彼女からも褒められるぞ。違う、まずお前の格好だわ、1個目。何。風呂上げられたてなんだよ、こっちは。マルセロの風呂上がりやんけ、どう考えても。本当に、髪まだ濡れてんだからさ、いや、まあとりあえずピタリ賞、はい、おめでとうございました。いや、本当、いい商品、本当に嬉しいわ。うん、結構金かかっちゃってっから。うん、よろしくよ、そこら辺ちゃんと使ってね。ありがとう。はい、そして